始まりました、ウォーカブルシティミノカモ。今回はミノカモ市の自然の魅力をお伝えするミノカモ自然散歩です。今回もこの方に教えていただきます。安藤先生、はい、よろしくお願いします。お願いします。先生も自然に囲まれた場所にやってきましたが、ここはどこなんでしょうか？ここはね、ミノカモ市の一番北、三輪町のつづやというところです。今日はこの三輪町が舞台ということなんですね。そうなんです、はい、今日のテーマはズバリ何ですか？もうね、夏も近づいてきましたね。昆虫たちも植物も花をたかったり一生懸命ね飛び回っています。そんな自然を観察していきたいと思います。わかりました。もう気持ちいい季節になりましたからね。そうですね、はい、今日は散歩しながらいろいろ教えてください、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。植物にとってこの夏前の時期どういった時期なんですか？そうですね、花を咲かせて実をつけて、うん、一番生き生きしてる、ね、いろんな色の花や植物目に入りますね。いいのがありましたよ。これは藤ですか？そうですね、藤といってもね種類があるんですよ。藤って一種類じゃないんですか？違います。近畿地方へ行くと本当に山藤という藤で、はい、この辺は藤という藤です。生息地によって種類が違うっていうことですか？そうなんですね、はい、そうなんですね。これは藤なんですね、うん、この藤、右巻き左巻き、右巻き左巻き、分かんないでしょ。そのね巻き方で藤と山藤が違うんです。あの枝見てて、はいね、これが藤、幹があるとこういう風に行くのが藤、はい、こういう風に幹があって行くのが山藤。右巻き左巻きで藤と山藤、はい、逆なんですね。そうなんです。巻き方まで意識して見たことなかったですね。先生、水の流れる音しますね。はい、これ何川ですか？これがつづや川です。つづや川、はい、ずっと奥まで続いてますよ。今日は本当にお天気もいいので気持ちいいですね。はい、さあ今日ね助っ人を頼んであるんです。はい、この辺りねちょっと珍しい蝶がいるんですよ。蝶がいるんですね、はい、その蝶をね絶対に今日は見れると思いますので。はい、ああいたいた佐藤さん、こんにちは。今日は珍しい蝶を観察できるということで。はい、どんな蝶ですか？珍しいっていうか今の時期しか出てこない、うん、薄葉白蝶っていう、そこに飛んでる、飛んでる薄葉白蝶っていうんですね、はいはいはい、ふわ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 。この辺りにはたくさんいる蝶なんですか？そうですね、まあイブカの一部にも少しはいると思うんですけど、うん、この辺は特にたくさんいると。他には見ませんよ。じゃあ三輪町ならではの、うん、蝶と言ってもいいんですね。ちょうどね僕の友達のこの畑がちょっと許可をもらってあるので、そこから、はい、あ、行ってみましょうか。はい、はい、あそこちょっと離れてますけど今止まってますね。そうですね、あそこ蜜を吸いに、ここにその好物のお花がね餌がたくさんあるから。そうですね、うん、やってくるんですよね。うわー綺麗、羽がすごく綺麗ですね。透き通ってますね。いっぱいおるわ。いっぱいいますね。じゃあね、うん、ウスバシロチョウの幼虫の食べ物ちょっと探してみる。うーん、あれあれだけ飛んでるんだもん、すぐ見つかるさ。これこれですか？紫ケマン。紫ケマン、これがあの今綺麗だったね、はい、蝶々の幼虫の食べ物。蝶ってその食べる植物が決まってるんですか？あ、決まってます。あ、それぞれの蝶でね、それぞれ違いますからね、うん、
ちゃんと共闘はしません。そうなんですね。ちゃんとじゃあ近くにこうやって食べる植物あるっていうことなんですね。長、はい、さん、はい、三輪町といえば何が有名？三輪町といえば何ですかね、うん、この時期ですね、わ、うん、かりました、ホタルですね。そうなんですね、ここはホタルがたくさん出る場所です。でもね、三輪町の人たちが一生懸命ね、ホタル守ってるんですよね。はい、着きました。川ニナ養殖場。はい、ホタルは川ニナを食べますもんね。そうなんです、ここでね、養殖してるんですよ。いるかな、いるかな、いるかな、いますよ。はい、おお、これが川ニナね、そこにもいるね。あ、大きい。いました、大きい。カワニナね。それがホタルの幼虫の食べ物になります。はい、先生、ホタルが見られる時期っていうのは、だいたい毎年いつぐらいになるんですかね。そうですね。だいたい6月の中旬頃かな。じゃあちょうどこの番組が放送されてるぐらいの時期っていうことですね。そうです。じゃあ、はい、ぜひこれを見てね、ホタル見に行ってみてもいいですね。そうですね。ここにね、ちょっと面白い植物があるんで、はい、紹介します。これだ。これは何ですか？これはね、葉っぱだけ見るとこんにゃくそっくりなんだけど、はい、駿河天南省という。駿河天南省、うん。これね、実は芽株と雄株があるんです。ここでわかるんだ。隙間があるのが雄株なんです。ちょっとこれ撮ってみますよ、はい、こんな構造になってます。上から虫が入ってきます、はい、虫が入ってくるとこれなネズミ返しみたいなね、出れないんですね。出れないんです。その花粉をつけて、今ここに穴がありましたね、はい、この穴から出てくるんだ。へー、うん、上からは出られないからっていうことですね、うん、だから中で穴を探してもがいて花粉をいっぱい体中につけてここから出てくるんだ、虫は。これが雄株なんですね。雄株なんです。実はね、この仲間はね、小さい時1年、2年、3年ぐらいはね、みんな雄株なんです。え、途中で変わるっていうことですか？そう。へー、栄養がたくさんね、ないと芽株はやっぱり実をつけられませんから、はい、だから3年4年経ったものが芽株になるんです。もともと最初じゃあ雄株なんですね。 そこから大きくなって成長してやっと芽株に変わるんですね、うん、先生、これ最初虫がここ上から入ってきてやっと受粉するっていうことなんですよね、はい、そうですね。じゃあ虫がいないとダメっていうことですか？もちろん、はあ、うん、すごい、虫の役割ってすごいですね。すごいですね。植物って面白いですね。そうですよ、生きるためにはね、いろいろ工夫してるんです。今日は三輪町の都筑谷川沿いを散策しましたね、はい、たくさんのお花に蝶々も見れましたし、本当に自然を満喫できましたね。そうですね、この都筑谷川沿いっていうのは三輪でもとっても自然の豊かなところです。ぜひね、皆さんもこの時期ならではの自然楽しんでもらいたいなと思います、はい、これからまた暑くなりますので水分補給もしっかりして、ぜひ自然を満喫してみてください。先生、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。